近づいて誘いをかけた風船に男ならチキンのトンレなんで言われるわ。本当の目的は男に気づかせずに未来まで奪いでく女は怖いものよ。いつの間にか立場逆さまになっている。気づいてよ、来るはずじゃないって。あんたのせいじゃないわ、知らん顔してればいい。いつでも男だけが人生を奪われてるさ、早く逃げるのよ。何も関係ないわ、与えても捧げてもまだ物足りないのよ。気遅れと気配りを始めたその頃か、少年は少しずつ女奴隷になる。携帯を置くたびにうまく騙されてく、働いて吸い取られて死ぬだけ。あんたのせいじゃないわ、情けない顔しないで。唇Thank you.